茨城のオスミックトマトといって化学肥料一切使わずに育てられましたミニトマトのジュースなんですけれども、ちょっとトマトジュースを作るとき塩分、水分、糖分調整しながら作るんですが、その調整が一切ない、そのままのトマトのジュースです。トマトジュース大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ぜひ1本1万円以上します。僕トマトジュース嫌い。何これ、いらないよ。じゃあそれ言っといてください。え、ふざけれない場所じゃないですか。めちゃくちゃ。え、トマトジュース飲めないんですよね。飲めましょう。いただきます。俺こういうの撮ったことない。俺もないっす。え、どこに向かっちゃうんですか。こっちですか。じゃあ始めるか。はい、お願いします。乾杯。はい、乾杯。お疲れ様です。お願いします。お疲れ様です。うわー、ダメか。ダメですよ、こんなところで。絶対高いんだから。てか飲みすぎじゃないですか。早い早い早い。え、普段梅酒とか飲むんですか。普段オレンジジュース。なるけど変な感じになっちゃってる。ベロンベロンによって、いや、まあベロンベロンによった方がなんかこういうのって盛り上がったりします。うん、本音よね。でも熱い二人がベロンベロンって終わりじゃないですか。いや、最近どう。え、これ始まってるんですか。待って、挨拶してないけど。コボットの山本です、よろしくお願いします。セラピストの瀬尾です、よろしくお願いします。多分ね、でもこの動画のタイトルが、はい、まあ、社長同士の、なるほど、対談みたいな感じなんだけど、一応スカイピースは社長もリーダーもいなくて、はいはい、2人がリーダーだから。なるほどなるほど。でもあっちゃんとじゅんさんが撮ってたからね。そうですね。楽しそうだったね、あっちゃん。違う、もうほんあっちゃんって、うん、もうほんとスカイピース好きなんですよ。うんうんうん、うん、心の底から。でも誘い来ただけで超嬉しそうなんですよ。うんうんうん、で撮影行く時も2時間前からもうメッセージ見て、忘れ物ないかチェックして、遠足行く子供みたいな。え、話すの？何、怒られるな。いいの食いすぎって。いいの食いすぎって。梅酒のソダリ、ソダリ、あーい。え、ロックじゃないんですか。え、なんで？ロックで。ロックで、はい、はい、いただきます。いただきます。おかしな感じになってる。いや、すごいですね。いや、あの、あっちゃん、じんたんがやっぱあれだけなんかほのぼのしたような動画を撮ってて、うん、こっちは社長同士の会食みたいな。それ受けるなと思って。しかも今年入ってテオ君に会うのが初めてだから。確かに。そっか、おめでとうございます。でちょくちょく電話してるから。そうですね、初めてだと思わなかった。これテオ君、今日何の話をするんですか。人生。人生重っ。え、お、重っ。あっちゃんとじんたんは猫カフェ行って、俺たちは人生の話をする。なるほど。あの、結構僕、結構っていうか相当楽しみにしてて。こういう動画ってないじゃないですか。ないね。でも多分テオ君も僕もこういう話するの結構好きじゃないですか。うん、好きだね。結構盛り上がるというか、結構長めに話しちゃうんで。ヤマトのツイートとか、はい、真面目に見てよ。みんななんか笑ったり、うわ、すげえ熱みたいな思って見てるけど、俺もまじまじと。なるほどね。いや、まあ響く人に響けばいいなって。いや、あれは響くよ。嬉しいですけど。だからそれこそやっぱり、はい、あの、結構俺たちスカイピースが400万人行った時とか、はい、コムドットが300万人行った時に話してたけど、やっぱり俺たちがこう目標立ててやろうって思ったのがやっぱコムドットのおかげで、で、そのやっぱコムドットの目標を掲げてるのがヤマトで、はい、だからこうヤマトがどう考えてるんだろうと思って、4人乗りとの動画、タクヤ、はいはいはい、との動画を見たし、カリブラ、はいはいはい、とのやつも見たし。で、ヤマトってめっちゃ本読んでしょ。めっちゃ本読みますね。で、めっちゃ本読んでいろんな知識を蓄えた人が、はい、YouTube やってるわけじゃん、はい、その知識を得て、はい、そのヤマトを見たら俺、その本読まなくてもショートカットみたいな。そう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 、もう読んだ方がいいけど、はいはいはい、時間がなくて読まなくても、それを読んできたヤマトがこうしてるやつを俺がこう見れば、 YouTube に特化してそれを使ってるわけじゃん、はいはいはい、その知識を。だからそれをもらえるなと思って。マジで見てんの。結構そういう見方してる人いないと思います。僕のこと、なんだこいつ痛いなぐらいみんな思ってると思うんで。
まじまじと見て、あ、しかもテオ君みたいに結構バカふざけてる人がそう見てるの、まじ裏でバカ真面目なの。あの、この間雑誌の、僕たちの雑誌のインタビューに答えてくれたじゃないですか、うんうんうん、でもまさにあれがテオ君だなと思って。なんかまあ読んでくれた人わかると思うんですけど、めっちゃふざけてるんですよテオ君、インタビュー中全部ね、全部で、最後で全部持ってくんですよ。だもうジンタンの言ったこと何も覚えてない。もうジンタンが、ジンタンは真面目にね、さすがに全部いいこと言ってくれるもんね。テオ君結構真面目モードに入ったら一気にみんなの、なんていうんですかね、心持ってくんで、それすげえなって思いますね。毎回全部ふざけたね、全部ふざけてました、ね、俺 NG 来るかと思った、びっくりしましたよ。 OK 出てテオ君が酔っ払って、うん、終わったなと思ったら僕コントロールしますね。いやでもやっぱ話したい内容とかある。僕も結構聞きたいことたくさんありますよテオ君に。いやまだ早いかな、俺が聞きたいことは。ちょっと、いやでも俺のもまだ早いよ。幸せとはとかやばいやばいやばいっしょ。幸せをどう考えるかとかな。テオ君の浮気理論バカバズってましたね。浮気した方はその人だけを、浮気した人はその人の信用で、浮気された人は今後全員のみたいな。いや、不可と降ろされたことあるんで、されたやつしかあれ言えないし、いや、ほんとそうです、されたやつしか響かないんで。でもされた人って意外と多いですからね、世の中。いや、多い、する人が多い分やっぱされた人が多いじゃん。そうですよ、だから響きまくったんでしょうね。された人に。ファーストトークテーマ、浮気について。みんな浮気されてるんだ。いや、そう、ゆうたもされた、ゆうたもされてるし、俺ただ頑張ってすったし、はい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 、なのになぜみたいな。その裏話知ってるから結構重たいな。結構重たく聞けるな。いやでも僕のその浮気する人のなんか理論みたいなのがあって、うんうんうん、これちょっと本邦初公開。結構僕の中で、うん、あの相手を理解しようとしたんですよ、その浮気された時に、うんうんうん、で浮気についてめっちゃ調べたんですよ、うんうんうん、で浮気詳しくなったよと思って。詳しくなったよ。やめさせる方法があると思って、大半浮気する人の大半は自己肯定感低い人なんですよ、うんうんうん、自分に自信なくて、うん、彼氏から愛されててもその一人の愛じゃなんか満足できないとか、うんうんうん、不安みたいな人が1パターン目、うんうんうん、で2パターン目結構めんどくさいんですけど、これ自己肯定感アゲアゲのビッチっていうのがいて、あ、もう自己肯定感高いからいろんな男食ってやろうみたいなタイプのやつらがいるんですよ。うんうんうん、うん、一定数、うん、これ結構帰国子女にも多いんですけど。いや帰国子女だから英語喋ったら自信あるんですよ、うんうん、これ無理っす、うん、でこっちの場合はなんか自信がつくようなことをさせるっていう、うんうん、傑作あるなと思ったんですけど、って感じです。いやだから納得するわ。そうですよね、うん、だからその彼氏がその仕事忙しいとか、はいはいはい、他の人と飲みに行くとか、はいはいはい、で意外とまあ普通っちゃ普通、そういうのがやっぱ耐えにくいんだろうね。はい、はい、そうですね。自己肯定が高かったら自分で何とかしようとしますから、うんうん、自分の時間を、うん、友達と遊んだり趣味に使ったりとか。そうだね、やばい話題話してたずっと。めっちゃね、そうだね、もう多分次のシーンであっちゃんとじんたんの猫の猫カフェの顔を埋めてるシーンだよって。うおぉかわいい。あすごいすごいすごい。幸せつぼ。なんかそっちの方が絶対好感度高いもん。浮気はなんかあの忙しい感じでやりたいですね、スカイピース一緒に。何があの夏のあの、うん、やばいきつかった感じ。いやあれすごかったね、凄まじかったですよね。スカイピースちょっと飛ばしすぎてないですか、1、2月やばいか。やばいっすよね、何してんのみたいな。え、年末みたいな。めっちゃ追い込んでるから年始でそこ100万人切ってやろうと思ってたんですよ、スカイピースの多分差は100万切ってスカイピースがちょっと焦るみたいな展開狙ってたんですけど、なかなか切れない。めっちゃ行くよね、はい、自分たちも投稿頻度を週6に下げたんですよ、うんうんうん、その週7だとちょっと自分たちも今考えてることができないなっていうところで、うんうんうん、それでもやっぱきつくて、でもスカイピースってやっぱそのコラボを全然余裕でするじゃないですか、うんうんうん、でもコラボのきつさ自分たち知ってるんで、どういうスケジューリングで動いてるみたいな。やばくねみたいな。うん、うん、おメンバーで話してて、この前マジでビビったのが、はいはいはい、ノアちゃんときりたんぽ、はいはいはい、とディズニーに行ったの、はいはいはい、YouTuber って大体さ、ディズニー行ったらさ、4時、5時とかに帰ってたと、はい、で、まあちょっと遅くなっても18時とか、はいはいはい、
でも、ノアちゃんがやっぱ18歳だからエンジョイ勢のノアちゃんを楽しみに来てるから、俺たちあのコムドットでやったミッションディズニーみたいな感じのやつで、はいはいはい、あのミッション5つやらないと帰れませんみたいなやつをやってて、はいはいはい、もうクリアしたのにみたいな、タワテラ行こうみたいな、で、インディ・ジョーンズ行こうつって向かってる途中に回転2万マイルあったら、はい、これ乗ろうみたいな、わかと思って、で、その日めちゃくちゃ疲れてその感情を思い出させてくれてありがとうみたいな、こんな人周りにいないから、いやめっちゃいいですね、その感じ。うん、そこと絡むスカイピースが多分すごいんですよ。あー、でも言われるな。異常だと思うんですよね、僕異常、いい意味の異常ですけど、うんうんうん、なんか、例えばですけど僕の、あの、仲いい友達で、あの、ケイスケってやつがいるんですよ。うんうんうん、ケイスケってやつは俺とタメあの、エスポのケイスケってやつは俺のタメあの、エスポのケイスケくんっていう先輩がいるんですけどケイスケくんも同い年じゃないですか、うんうんうん、今年27で、多分ケイスケくん、ノアちゃんと絡むってなったら、うん、その、さすがに壁あるっすもんね、やっぱ。ああ、お兄さんとなんか先輩っぽくなってしまうというか、まあ、僕たちですら先輩っぽくなるのに、うんうんうん、もう友達っぽい感じいけるじゃないですか。そうだね。だからそれがスカイピースのなんか強みというか。ああ、それをなんか僕 TikTok でなんかあれやってたじゃないですか、このマスカットので、コメント欄に、うん、くだらないみたいな、うんうんうん、そっちでバズってたやつがあって、うん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 、こいつら分かってねえなと思ってめっちゃブチ切れてこいつら何言ってめっちゃこいつら分かってないなと思って、うん、その年じゃないんですよね、もうスカイピースのやってることって、うんうんうん、いや分かんないです。そこがスカイピースの一番の魅力だと思うんですよ。年を感じさせないっていうか、うん、変な話、視聴者の人に考えさせないみたいな、うんうんうん、とこがすごいなっていうのをこいつは分かってないなやっぱあのおじさんみたいな友達っていうかやっぱ仲間だと思ってるんでなんかメンバーに言われたみたいな、うんうん、ジンタンがよりだね。あ、そうなんです、うん、ジンタンはなんかこうウキウキしてるから、あ、ずっとこんなんだから。なるほど、それなんですよ。うん、そう、まあ、言いにくいですよ、うん、あの、サオリンの手前言いにくいんですけどたぶん女の子テンション上がってただけですそれはそれは全然違います、多分あの、僕たちディズニー行った時に夏だったと思ってちょっともう、やめと、これまだカメラ回す、もうあれもういいんじゃないみたいなもう結構、撮ってやめいや、大丈夫だと思うよみたいなずっと言ってて、でもそうだな、なんかそれがまだコラボウィークの撮影の途中だったじゃないですか、うん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 、ちょっとコムドットで会議したんですよ、うん、あの俺ら撮影長いのは自分たちが分かってるんですけど、うんうん、ちょっと迷惑かけてるね、うんうん、っていうのを会議にかかったきっかけが、うん、やっぱジンタン疲れてるやっぱジンタンが疲れてるからみたいな話を俺とヒューガとあっちゃんとジンタンでディズニー同じチームだったんですよ、うんうんうん、でめっちゃジンタン疲れてるジンタン結構巻こうとしてたよディズニーで巻こうとしてたよみたいな話をしてそしたらユータが「テオ君めちゃくちゃ楽しんでる」みたいな「ええ!」みたいな、ジンタン疲れてるのかなって思ったら、うん、もう今そういう話だったんで、うん、いや女の子なのかなあるいやでもなんでジンタンがテンション上がってたかなって考えたら、はい、あのノアちゃんって意外と NG がなくて、はい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 、結構何をしても受け入れてくれる子、はい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 、で、まあ、例えば分かりやすく言うと青ラブでいる時って例えばジンタンがこう唾を出すってやつをやったら、はいはいはい、マータソもカスもえってなっちゃうのやばってノアちゃんも爆笑してくれるのそれ、はい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 、だから多分テンション上がってたと思う。なるほど、多分ハマる女の子だったんです。そうだからもっと笑ってあげないとだから俺ら笑い足りなかったんだ。次コラボするときはめっちゃ笑えますやだな、そしたら疲れないんで人体が笑う予定やだな。これ大和あるあるなんですけど、先輩と飯食いに来たときに、うん、あの色毛で肉系のものに携われないっていうやつ。ああ、焼けてる、どんだけ焼けてるか分かんない。焼けてるかマジ分かんないんですよ。色毛ってどうやって気づいたの？僕昔から絵描くのが好きで、うん、絵描いて応募するみたいな、うん、下りがあって、うん、水中に素潜りするみたいな絵を描いたんですよ。その時に足をまあ肌色塗ってたんですけど、うん、それがオレンジだったんですよオレンジだったんですよ。で
市長賞みたいなのもらって絵が良くて、うん、で市長になんで君は足をオレンジで描いたのかな、うん、オレンジじゃないですって言ったんですよ、うん、で変な空気になったんですよで親が、うん、あもしかしてってなって、うん、まあ色盲だったっていう、そこで気づいたって感じです。えこれ焼けてる色なんですか。それ焼けてる、え何色に見えるのそれ。灰色です。うまいっすよ。うますぎますね、これは。今んとこ、この社長っぽいとこが全くない。ただの深い YouTuber が久しぶりだった。じゃあちょっと話したいというか、まあ一個感謝したいことが一個あって、うん、スカイドットコラボウィークの最終日に運動会をやるみたいな発表したじゃないですか、うん、形にして運動会をやったわけじゃないですか、うんうん、あの運動会が YouTube 界変えたなっていうふうに僕思ってるんですけど、うん、本当に変えたと思わないですか。なんか僕言いやすいんですけど、どっちかっていうと、うん、やっぱスカイドット主催って言ってもらってるけど、やっぱ、まあ、スカイピースがこうバッと出してくれるアイデアなんで、うんうん、YouTube 界変えたなあの企画はっていうふうに思うんですけど、うん、僕の底辺時代の時の YouTube って、うん、なんか言い方悪いんですけど、上下関係めっちゃ厳しいみたいなイメージあったんですよ。なんか自分たちすげえ頑張ってるしコンテンツ自信あったんですけど上に上がれなくて、うん、多分自分たちの名前が届いてるはずなのに、うん、引っ張り上げる文化もなければ、うんうんうん、コラボするっていう文化もなくて、うん、上は上でやってるみたいな、うんうんうん、そういう空気があった気が僕はするんですけど、うんうん、なんかもうそういう風潮とかが一気にあの運動会でなくなったなっていうふうに僕は思って、うんうん、いろんなクリエイターがなんかこう交わるみたいな僕はあんまなかったなと思ってて、うんうんうん、あの運動会ですごいやりやすくなった気がするんですよ、そういうのが、うん、コラボすることが不自然じゃなくなったっていうか、うんうん、だからあれを開いたことが本当に YouTube 界を大きく変えたんだろうなっていうしかもいい方向に、うん、なんかありがたいですね。僕たちはこういう方が好きなんで、うんうんうん、多少やっぱ怖かったんですよね。何がその上がお誰とかじゃなくてもう席埋まったから感みたいなのが、うん、もうすげえ嫌で、それなんかずっとひっくり返してやろうと思って、うん、まあ、上まで上がってきたら、まあ、先輩たちもそんなことなかったんですけど、うん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 、意外とでもやっぱ多分多少そういう雰囲気はあったと思うんですよね、うんうんうん、なんかいやもう無理だよ、もう誰も来れないここにはみたいな、うんうん、でも そ, う、ね、そういうのをいい意味で新世代がそんなことないんじゃねみたいな、うん、ひっくり返したと思うんで、うんうんうん、まあ、そこにスカイピースがいるのがやっぱ摩訶不思議なんですけど、本当にすごいですよね、マジで。新世代だからね。新世代っていう新世代仮面をつけるのがうますぎる新世代で俺たちはずっとドレジェンドだろこんなすげえ人たちいねえよと思いながら、推し投資の共演っていうのは昔から、うん、いいことじゃない。はいはいはい。で俺ラットもワンオクも好きで、はいはいはい、でワンオクがラットの曲歌ったりとか、はいはい、ラットがワンオクの曲歌ったりとか、すごい好きで、そういう歌2回ラットがワンオクの曲歌ったんですか。あ、マジで、はい、結構酔っ払ってるんじゃないですかワンオクがラットの曲歌ったりとか、はいはい、ラットがワンオクの曲歌ったりとか、すごい好きで、そういう歌2回ラットが、うん、野田さんが2回歌ってましたタカさんにも歌わせてあげないと。マジで、はい、俺スカイピースなくてコラボいいなって思ったかっていうと、まあ、自分たちが楽しいっていうのもあるんだけど、意外とコラボ動画撮っても、例えばコムドットとスカイピースで撮ってもコムドットのコメントだけ、はいはいはい、コムドットのチャンネルはで、水溜りさんとスカイピースで撮ったら水溜りさんのチャンネルは水溜りさんのコメントだけ、はいはいはい、みたいなのが多分結構、まあ、普通で、はいはいはい、まあ、そっちのファンだから、はい、ファンの子がよく見てるから多いんだけど、スカイピースってコムドットとコラボしたらコムドットのコメントの方が多い、イメージがあるんで、まあ、実際バーって数えたら分かんないけど、パーッと見る感じスカイピースってテオくんの今日ここがとかってよりかはヤマトくんのここがとかで、カンタさんのここがとかカスちゃんのここがっていうコラボ相手のなんかすごいいい部分のコメントが多くて、最初らへんはなんで俺たちのコメント少ないんだろうと思ったけど、はい、あ俺たちが相手の良さ引き出せてんだって思った時に、はいはいはい、コラボってめっちゃいいなって思ったの、うん、だからそっからコラボ多くなったかな、うん、なんか好きじゃないんですけど、うん、
隙を見せるのがうまいんですよ。別に好きじゃないんですよ相手のね、舐めていいわけとかではないんですけど、うん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 、なんかあ、この人たち本当に優しい人だなっていうのを短時間で相手に分からせるのがうまい、うん、なんかまあ僕たちとか多分怖いじゃないですか、見た目とかまあ、あ、実はいいやつなんだなって気づいてもらうのに結構時間かかったりするんですけど、うんうん、テオ君とジンタはもう会って10分ぐらいで多分まあ、結構友達ぐらい喋れるっていう、うんうんうん、それが多分最大の魅力で、だからいろんな YouTuber が好かれるんだろうどういうこと話す予定なんですか。幸せの基準について。あ、それ最後、絶対最後。あ、じゃあ視聴者さんも結構、まあ、視聴者さんに限らず結構人類が抱える悩みだけど、何が正解か分からなくて、はいはいはい、動くのが怖いっていうのがあるじゃん、はいはいはい、こっちを目指していいのか、はいはいはい、こっちを目指していいのかっていう、こう選択肢って絶対人間あるじゃん、はいはいはい、でその時に結局正解って誰もわからないし、自分も他の人もわからなくて、はいはいはい、何が一番大切かって、それが正解だったかっていうのがじゃなくて、自分の出した答えっていうのが一番正解だなと思って、だからその、なんだろう、何が正解かってずっと悩んでたら結局絶対出ないから正解は、はい、だから自分で答えを出さなきゃいけないっていうので、結構俺は考えてきてるから、なるほどなるほど、正解がどうこうでずっと悩んでる人はもったいないから、はいはい、それを答えとして、でその答えっていうのをずっと自分が信じ続けることによって、それが答え、あ、そうです、正解になると思うから、なんかその考え方を結構悩んでる人が多くて、はいはいはい、君はどう考えるいやでも手を振り、多分考えに似てますね。ああそうなんだ。なんか僕納得感が一番重要だなって思ってて、うんうん、腑に落ちるみたいな。そうですそうです、うんうんうん、なんか正解かどうかって実は僕なんていうんですか、そこまで重要じゃないというか、うんうんうん、最初は多分始める側の人にとってはすごい重要なんですけど、うん、多分最初の時点での正解不正解って多分不正解は動かないことだと思うんですよね。うん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 、一歩踏み出さないことって、うんうん、どっちの道にもなんて踏み込まないっていうのが僕の中では不正解なんですよ、うんうんうん、多分テオ君の考え的にはあれですよね、その選択を正解にしちゃえばいいみたいな、うん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 、そこを突き詰めることが大事みたいな、うん、で僕も同じ考えなんですけど、納得感って言ったのは、例えばですけど今チャンネル登録100万人上げるよって言われても、うん、いらないじゃないですか、うん、変な話、うんうんうん、じゃあ明日になったら100万人ボンって数値的に増えてるって言われても、うんうんうん、いやいらねってなるわけじゃないですか、うんうんうん、なんかルフィがあのあれ断ったみたいな、あれ割っちゃったじゃないですか、あーなんだっけ、ポートフォリオみたいなやつポートフォリオではないんですけど、絶対違うんですよ、あのラッテルへの、あ、そうそうそう、を自分で割ったじゃないですか、うんうんうん、あれみたいな感じで、やっぱなんか自分で何か分かんないけど、失敗してもいいけど自分でたどり着きたい生き物だと思うんですよ、人間結局、うん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 、でそれが例えば世の中でいういわゆる失敗だったとしても、うん、納得感があると思うんですよ、うんうんうん、だから僕の友達でやっぱたくさん YouTuber になりたくてお金を稼げなくて辞めてった人たちがいっぱいいるんですけど、うんうんうん、まあ変な話今切り替えて、うん、ちゃんと就職して働いてるとかいうやつらを見ると、うんうんうん、あ YouTuber 俺もやったら稼げんのになって思いながら、うん、普通になんか挑戦しない人よりは、うん、挑戦してみて、あ、これは無理だったけど自分の中で折り合いついたなってなって働いてる人の方が、うん、僕はかっこいいって思うんですよ、うん、正解だもんね、はい、それが正解だと思うんですよ、うんうんうん、っていう風に考えると何ていうんですかね、こう道を選択するっていう時点で、うん、失敗っていう道は僕の中でなくなると思うので、まあなんかそこで決断を取れないことが一番の失敗だな、それ以外は正解っていう。そうだね、数字もそうなんですけど、やっぱいかに自分たちが楽しいかっていうのを、僕数字がなくなってから言いたくないんですよ、うんうんうん、数字がなくなってから、うん、いや自分たちは楽しむことをとか言ってるのって、うんうん、説得力ないじゃないですか多分それって本音で言ってると思うんですよ、うんうんうん、数字がなくなった人も、うんうん、けどやっぱ数字があるときにこそ僕大事にするべきことだと思ってて、うん、数字があるときこそ自分たちの納得感やりたいことを大事にするっていうのがかっこいいなっていう、うん、いやそうだね、逃げに聞こえるじゃないですか数字がなくなってから、いや、ね、楽しむために YouTube やろうとか、本心だろうとね、本心だろうと、だそこを僕は今のうちに言っとくっていう、だってじゃあ明日からお前ら毎日300万裏で数字いじって取らしてやるよって言われても全く嬉しくないですか、ね、いや全然嬉しくない、何も嬉しくないですよね自分たちで考えて編集して頑張って作り上げるからこその
嬉しい数字であって、うんうんうん、嬉しいコメントであって、達成した僕たちが言うからこそ重いと思いますけどね、うんうん、だからそれって達成できなかった人がいや頑張った過程が大事なんだよって多分本心で言ってると思うしその通りだと思うんですよ。頑張った人にしか言えないと思うんですけど、うん、結果を出した人が言うことってやっぱ重み違うと思うんですよね。そうだね、何も言えないじゃないですか。俺がよく思うやつが、歯医者行った時に歯ガタガタの人に何か言われても、はい、お前はちゃんと磨いてるんだろうけどはいはい、はい、磨いててそうなるのかめっちゃ歯並び良かったら、はいはい、なんかこの歯磨き粉効くよとか言われたら、そうそうそう、あ、買いたいってなるけど、そうそう、歯ガッチャガチャのやつにこの歯磨き粉めっちゃいいよって言われても、はいはい、果たして本当かってなるからそうなりますね。やっぱそのね、はい、ちゃんとやってるやってないじゃなく、その結果も大事なんだよね。結果は大事ですね、本当そうですね。手君どうかわかんないですけど、うん、僕はこの仲間と一緒に何かを頑張るっていう行為自体が結構好きなの。結果を出すっていうのを別にして、うん、なんかこう何かに向かって走るみたいな、うんうんうん、その時間が結構好きだったりするんで、うん、だから辛い辛い言いながらもやめたくないんだよね、それを。そうですね、なんか辛いからやめたいんじゃなくて、はいはいはい、辛い辛いでもやめたくないんだよ。そうですよね。コムドットの頑張ってますアピール、うん、寝てない自慢を見るたびに結構冷めるみたいな。おうおうおう、なんか自分たちで決めたことをやってるだけなのになんでこいつらこんな自慢げにきつそうなのみたいなコメントをもらったことがあって、何のために言ってんのかな改めて考えてみたのに、うん、なんか多分僕たちの、まあ、コムドットもスカイピースもそうですけど、うん、僕たちが頑張って何か目標に向かって走って、うん、まあ、プラスアルファで達成するっていうところを見せることはすっごいすごいたくさんの人を突き動かすと思うんですよ。例えば僕たちがなんかがむしゃらにやってたことがスカイピースの2人に届いて、うんうんうん、スカイピースが目標を宣言するようになったって言ってくださったように、うんうんうん、それってまあ何ですか、変な話突き動かしたみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、それを見てる視聴者の人が突き動かされたってなったら、うん、なんかすごい大きなことというか、うんうんうん、じゃあそれでその例えばコムドットスカイピースを筆頭に頑張る姿勢っていうのを見て、うん、今 YouTube が結構そういう感じじゃないですか、うん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 、雰囲気的に頑張ろうみたいな、うんうん、で編集してるとこ見せちゃうみたいなのが今の YouTube 界になってて、そういう姿勢ってなんかちょっと臭いですけど、うん、日本を元気にするわけじゃないですかちょっとあの大きな話になっちゃうんですけど、それってめっちゃかっこいいなと思って、うんうんうん、まあ、自己満なんですよこれ、うん、先頭に立って盛り上げてるぜみたいな、うん、このお祭り感が、うんうん、なんか多分楽しくて、でも辛いとこも楽しんでる姿勢っていうのを見せたくて、うん、多分僕たちは発信し続けてるんだろうなと思って、うん、もうきついならもう週一投稿にすればいいだけですからね。そうだよね、うん、てかもうぶっちゃけやめても生きていけるし、はい、それでもやる理由っていうのは多分なんかもっと大きなことにつながってる、ね、うん、そうだね。やっぱり俺たちがやってて楽しいっていうのはさ、その目標達成もあるし、なんかお金がいっぱい稼げるっていうのもあるけどさ、はい、やっぱ誰かにこう誰かのきっかけになった時すっごい嬉しいじゃないですか。やっぱあそこなんだろうね、はい、辛くても辛くてもできる理由って。だから適当に生きれないと思いますよ。そうね、適当になんかヒーローだと思ってた人が、うん、バルだった時の絶望ってえぐい。だからなんかちゃんとしてるんじゃなくて、ちゃんとしてもらえてるというか、なんかちゃんとさせてくれてるって感じだよね。そうですね。いやだって俺昔だったらヤバいもんやってること、その犯罪チックなことはやってないけど、はいはい、周りもヤンキーばっかだったし、はいはい、悪いこともしてきたし、はい、手袋周りで意外とヤンキーばっかだ。いやいやばっかだよマジ成人式なんてもうみんな髪色違くて墓までみたいな。そこでやっぱすげえなって思うのは、手袋君やっぱすげえおっぱい触るじゃないですか今日。おっぱい顔とやったりとか、はい、すごいなと思って、テオ君のことを本気で好きな人がいて、本気でヒーローだと思ってる人がいるんですよ世の中に。テオ君を一番のヒーローだと思ってる人が世の中にいるんですよ、うんうんうん、ヒーローがおっぱいの寄り目で絶対ダメそういう部分も含めて好きなだったらいいんですけどもうすごい美化してる人だと最悪ですからね、あんなのジュキヤめっちゃ悪党じゃん。じゃあジュキヤ最悪。しかもね、あれ深田由美さん、はいはいはい、とラブホでやったやつは、はい、これ1万円企画って呼ばれてるからね。あ、そうなんだ。
そうだよ、あいつ犯罪だよ。それは罠だ。深田由美さんとラブホテルで1万円企画やるから来てって言われて行ったら性教育みたいな始まってみたいな。そしたらキズヤフルチになったんですよ。この前上がった運配さんの動画も、はい、運配さんが引っ越したらしいからルームツアーみたいな感じで行ったら、気づいたらサムネで生乳こうやって押されたんだよ。マジかよ。いやなんかジュキヤも俺なんか系統は違うんですけど、うん、すげえ自分のやりたいことやってて、うん、ジュキヤはジュキヤで多分なんて言うんだろうな、自分のマックス楽しいことをしてるんだろうなっていう、楽しいって人の感覚によって違うわけじゃないですか、うんうんうん、コンプラとか視聴者に縛られない自分が本当に面白いと思う動画を出すっていうのが、うん、プロだなって思いますね。いや本当にそうよ、プロじゃないみたいな顔するじゃないですか。俺はそんなだけだよ。だから誰が一番 YouTuber で羨ましいかって言われたらジュキヤなんでね、やっぱり。あ、はいはいはい、はい、全部自由だから見てて。でもどうなんだろう、テオ君がそれしていいよって言われても、いやーそうだね、やらない気もするんですよ。羨ましいけど、羨ましいのはこれがあってこそで、うん、そっちになったらそれが羨ましくないし、うん、でこやっぱ今が一番楽しいんだなっていうのは分かるね。ジュキヤって羨ましいとかはないんですよ、逆に。俺らはジュキヤのこと羨ましいって言われてるんですよ。仲間、泣けるのはすごいなとは言ってた。あで、ジュキヤって意外とこう涙もろいから、友情とかに関して、はい、え、これいるこの話。ジュキヤ話一個止まってるし、ジュキヤ話。結局何になります？後悔。後悔チャラ急に。それこそテオ君と今日話したかったのは、うん、テオ君って今の YouTube 界どう見てるんだろうって思って、深っ。なんかそのすごい聞きたいです。僕が考えるに、うん、こっから抜けていく YouTuber って、うん、自分たちの、まあ、例えばグループでもいいし、うん、2人組でも3人組でもいいんですけど、まあ、1人だった場合ちょっと例外だとして、こっから抜けていく YouTuber の人たちって関係性を見られる気がするんですよ、うん、そのグループの関係性というか、うん、このグループはどういうグループなんだろう、例えば幼馴染なのか、うん、会社で集まった人たちなのか、うん、全然知らないところからバラバラに集めた人たちなんか、うん、関係性っていう部分を一番見られてる気がするんですよ、うん、企画とかじゃなくて。本物である必要もないんですけど、うん、関係性が視聴者の人に伝わりやすく伝えられたクリエイターから抜けていくと思うんですよ、うん、例えばコムドットって結構分かりやすいじゃないですか、うんうん、幼馴染5人組で中学校バスケ部一緒で昔からいるやつらですっていうのは、うんうんうん、視聴者の人からしてイメージが湧きやすいじゃないですか、うんうんうん、その分かりやすさが覚えやすさに変わると思うんですよ、うんうんうん、バンバンザイとかも多分こう集まってるじゃないですか、もともとの関係性はなくて、うん、ギシとミユちゃんがいい感じで、うんうん、ギシとルナちゃんが妹、なんかお兄ちゃん妹でみたいな感じの関係性を作り出してるじゃないですか、うんうんうん、だからそれが結局コンテンツにもなるし、うん、なんか視聴者の人を引き込むトリガーになると思うんですよ、うんうん、そういうのをうまくブランディングしたとこから抜けていくなっていうのを僕思ってるんですけど、それに近いので言うと、やっぱ企画とかよりもその仲の良さとかは見られてるなって思って、うん、でもやっぱりジンタンと俺ってすごい仲いいから、仲いいですね。そこを見せないのはもったいないなとは思う。だからそうですよね、うん、だからスカイピースもこの後もそうですね、無理する必要ないじゃないですか、うんうんうん、仲良くこう顔くっつけてで撮り終わったらこうとかじゃないから何もきつくないっていう、うんうんうん、あ、すいません、はい、ありがとうございます。薄っ薄っ張りグラスです。え、これ噛んだら割れます？噛んだら割れます。ガラスやめてください。それで大丈夫ですけど、プレパラートみたいな。プレパラートみたいな。やめてください。薄っ関係性をやっぱ軸に企画とか考える方が僕も楽だし、うん、視聴者の人もそれを求めてくれてたりするんで、うんうんうん、そういう面ではすごい有利なフィールドになったなっていうか、逆に仲悪くてもいいと思うんですよ。仲悪いの見たい人っているじゃないですか、仲悪いのも関係性の一種だから、別に仲いいだけが売れるあれじゃなくて、うん、まあ、こことここは仲悪いのそのまま出しちゃうっていう、うん、その関係性を元にしたコンテンツの作り方が今後というか今を握ってる気がしますね。それで言うとやっぱ家族とかすっごい分かりやすいです。そうですね、分かりやすいのは最近は家族なんで、うん、でもやっぱスカイピースもトップ取るっていうのはやっぱ YouTuber 誰しも夢、まあそこまで掲げる人はなかなかいないけど、いないですよテオ君それ。え、多分掲げる人いない、誰しもだと思ってたんですよ僕。おう、そしたら言ってるの5人とかですよ多分。こんな YouTuber いて、どういう気持ちで言ってますか僕は、うん、やるからには
ていう、掲げないと面白くないっしょ、ボーンって、っていうのと、いや自分たちが一番面白いよねっていう、すごい内々の感情と外に対するなんかやるからにはみたいな感情の2種類が合わさって強い気持ちで言ってるんですけど、てよくどういう気持ちで、始まりは俺とジンタンでやっぱトップ取ったらかっけえよなぐらいから始まったけど、だよなでも無理だよなじゃなくて、トップ取ったらかっけえよな、じゃあトップ取るにはこうやってったら取れんのかなみたいな感じでずっと2人でやってきてて、で今もこう話すときにやっぱりトップを取るにはどうしたらいいんだろうってなって、でそこがすごい難しくて、やっぱり視聴者さんの求めるものとトップを取るものって絶対違くて、違いますね、本当のトップを取るってなったらがっつり内容を変えていかないと、トップは取れないなっていう結論にはあって、俺たちって言ったらターゲット絞ってるから、タクシーの運転手さんが見るわけないじゃん、俺たちを。そこまでも巻き込んで、で若者も楽しい、全員が楽しいってなったらなんだってなった時に、自分たちがっていうよりかは企画がとかになってくるのかなと思って、仲がいい2人組っていうのだけではトップは取れないなっていう結論にはなってる。でまあ変えるタイミングっていうのが今か今じゃないかっていうのはその都度話して、まあ、今はこういう感じでやっていくのがベストだなと思いつつも、俺たちが例えば35になって運動会開いたって、もう老いぼれがただビレとか頑張ってても、それはそれで面白いんだけど、っていうよりかはやっぱりこうでかい企画を主催して若い人たちを集める企画とかの方が面白いんかなとかは考えて、常にトップを目指してる感じかな。スカイピースっぽい、なんか日本の撮り方だなってすごい思いますね、なんかやっぱ人に好かれる力だったりとか、巻き込む力がやっぱものすごいから、まあ、そういう面で言うと、まあ、やっぱさすがだなっていう、すげえなってやっぱ食らっちゃうんですけど全員が、いや日本撮るんだって言ったらいや厳しい業界だなって思うんですけど三国志みたいなね、中華全員狙ってくるみたいないないんでそんな、いやだからそれこそテオ君とは同じ目標を持ってるのにこれぐらい仲良く話してしまうわけじゃないですか、言っちゃえばライバルなんじゃないですか、有名なそうだね、一人しか取れないわけですよね、そうそうそう1って言ってるわけですから、最近どうやったらじゃあ具体的に日本取ったってことになるんですかみたいな質問もが多くなってきて、昔僕たちが言ってたのって自分たちマジ面白いね、多分 YouTube やっても俺ら一番面白いでしょ、じゃあ日本一目指そうねっていう、すごい胃の中の蛙から出た発想だったんですよ、で日本を取るって最初の方から言ってきてて、だんだんその言ってることが現実的というか、視聴者の人を考えさせることにつながってきちゃって、ただ言ってるだけじゃダメで、最初の頃はもうただ言ってたに近いんですけど、チャンネル登録者でもちろん抜いてくれるんでしょうねみたいなことを言われたりとかそれだと長い道のりだなとか思いつつ、じゃあ再生回数なんですかって言われたら、再生回数で言ったら僕たちもマルチクリエイターだとトップなんですよ、そうだね、ってなったら、じゃあもう再生回数で俺らが行った瞬間に日本取ったってことになるって言ったら、それも自分の中に腑に落ちないんですよ、で、じゃあどういうことなんだろうなってすごい突き詰めていった結果、まあ、前どこかでも話したと思うんですけど、日本一の YouTuber 誰だと思いますかっていうのを適当に聞くじゃないですか、街の中にいる人に、で、誰誰って答えるときに、再生回数トップだし、チャンネル登録トップだし考えないじゃないですか、感覚的なものだと思うんですよ、その人の感覚に僕たちが入り込むっていうところが僕は日本を取るっていうことのゴールだったなっていう、うわー確かにな、日本一のグループって誰ですかって言われたら、まあ、嵐答えてしまう、それってなんでかっていうと、なんとなく、まあ、多分いろん、まあ、人それぞれだと思うんですけど、なんとなく僕の中では嵐だなって思ってしまう理由を考えようとしてもあんま思いつかないんですよ、CD の売り上げは誰より上でとかあんま知らないし、雑誌の売り上げでとか知らないんですけど、感覚的に嵐なんですよ、それってなんでかわからないんですけど、多分すごい積み上げてきたものがあって、それが多分国民の意識に刷り込まれてて、だからまあパッて答えれてしまうのが嵐だ、僕は思うんですよ、だからそこを目指すっていう、うわー確かにな、そこナンバーワンだな、だいくら登録者数が2000万いようと名前が出なかったら、そうなんですよ、形だけみたいな、そうなんですよ、そこが僕のさっき話した納得感につながるっていうふうに思ってて、でも多分国民全員がとかってすごい現実的な話じゃないじゃないですか、
だからもっとそこも突き詰めていかなきゃいけないなって思うんですけど、俺もテオ君も分かんないですよ、テオ君の気持ちをフルで分かんないですけど、終わりなき冒険が好きなのかなっていう。そうだね、ゲームとかやってて終わるの悲しいじゃないですか、うんうんうん、その終わらない感じがワクワクするみたいな、うんうんうん、男としてその、そうだね、ロマンじゃないですか、男だからこそ始めたからにはこういう目標を掲げて、で仲間を集めて、で仲間と一緒に目指していくっていう、そのまあ、今が楽しすぎる、うんうんうん、だからこそ目指してるのかなっていうのも一個ありますね、うん、いやだからヒカキンさんとか1000万超えてで、まあ、日本でナンバーワンって言われてるのに続ける理由って何なんだって思って、そこにたどり着かないと分かんないものがあるんでしょうね、うん、そうでやっぱこうたどり着かないと分かんないっていう感情になった時に、じゃあ自分がたどり着けば分かるのかっていう方に変わるから、はい、だからそこに行きたいんだよね。そうですね、もう好奇心だね。そうですね、上に行きたいっていうのは、うんうんうん、だから昔スカイピースがまだお金とかを毎月見て、はいはい、うわ今月何百万いったみたいな、はいはい、とかって2人でこうせーのとか言いながら見てた時代、はい、あの時は再生数が平均30万再生ぐらいで、まあ動画も短かったけど、その時にやっぱこうフィッシャーズさんとか見て、毎日投稿で毎回100万再生出す人でどんくらい稼いでんだろうみたいな、じゃあ自分たち行ってみようぜみたいな、毎回100万再生を出した時ってどんだけお金が入るんだろうみたいなとこから聞くんじゃなくて、自分たちが体験してそれ実感したいなっていうので目指してたね昔。なるほど、だからやっぱりそのヒカキンさんが今どういう感じなのかとかっていうのも気になるっていうだけ、はいはい、好奇心でナンバーワンになった時ってどういう気持ちなんだろうっていうのでやってるとこあるね。いい意味で子供なんでしょう、うん、そうだね、みんなそうだね、いい意味で。多分大人だったら、うん、まあ聞いたりとか、うんうんうん、データ調べたりとか、うんうん、裏でなんかそういう分析家みたいなのやっとれば分かるっちゃ分かるんじゃないですか、数値的なことだったら、うん、それを自分たちで確かめたいって周りから見たらバカだと思われるようなことをやりたいと思う気持ちが、うんうんうん、多分 YouTuber を突き動かすわけじゃないですか、うんうん、これ自分たち、ね、やったら面白そうっていうことがあって、うん、誰かにやらしちゃえばいいじゃないですか、うんうんうん、それは自分たちがやりたくなっちゃうっていう、うんうんうん、やりたがりが YouTuber のなんかすごい美学な気がするんですよね。深いな。こういう話をあんまする機会がないじゃないですか、うん、やっぱ基本その YouTube 上では僕もテオ君もやっぱふざけてる、うんうんうん、視聴者の人ってどう思うんでしょう、見せないでほしいんですかね、こういう位置。逆に真面目すぎだろみたいになりません？いやでも真面目すぎだね。 YouTube 上の普段の姿が嘘なわけじゃないんですよね、うんうんうん、これって普段は普段で多分楽しんでるというか、うん、でも、まあ、もちろんここまで上がってきたからにはやっぱその真面目な部分があって、うん、そこはちょっと、まあ、今日はお見せしたという形のやっぱりこう責任感もあるし、はいはい、チーム抱えてるっていう、でこうスカイピースっていうブランディングもあるし、はい、そういうのを考えるともう本当に変わったなっていう、昔からこれで言うとやっぱこのノートのスカイピースもすごいチームに恵まれてるというか、うんうんうん、裏方が本当に強いなっていうのはありますよね。多分回んないじゃないですか、メンバーだけあって、うん、100% で、うん、言うたらわがままだもんね、俺たちは、はい、親みたいな感じだもんね。まあそうですね、なんか裏で支えてるチームみたいな、俺たちがいてチームが支えてくれるっていうイメージ多いけど、やっぱ俺たちは子供でこうやりたいって言ったことを実現させてくれる親、支えてくれる、そのイメージがやっぱ強いから、後輩とか、うん、仕事辞めて、仕事辞めてもらって入ってるやつとかも多いんで、うん、ものすごい責任を感じますよね、やっぱ大事だよ、その責任が、大事っすね、それが自分をちゃんとさせてくれてるから、ね、そうですね、まっすぐ立たせてくれてるのは本当みんなだろうな、視聴者の人は多分、うん、オッパブ行くテオ君とかを想像してるんでしょうけどね、多分一回だけね、オッパブ行っておっぱい触らないテオ君想像してるんでしょうけど、真面目じゃないとこれだけこう人気を保てないと思いますよ、やっぱり。オッパブなんて一緒行かないの？本当ですか？マジで行かない、絶対行く人マジで行かない、もうあんなこれからこんな YouTuber が来るんではねえかみたいなのを、うん、恐縮ではあります。うんうんうん、一応こうトップ YouTuber が2組集まってそうだよね、どう業界を見てるかっていうのはノウハウはめっちゃ知ってるわけだからね。そうですね、クソ真面目に考えてここまで這い上がってきてるわけですから、うん、やっぱ知りたい人もたくさんいるし、うん、増えていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんで、うんうん、
それこそ席が埋まったなんて僕は思われるし、うん、ただ増えたら群雄割拠の世界ですから、うん、盛り上がるのは大変だなと思うんですけど、うん、例えば僕がこういうの出てきたら面白いなと思うのは、うん、素人なんですけど、うんうん、プロっていうのがなんかバズるんじゃないかなと思って、うん、例えば一流美容師スタイリスト、うん、ホストの売り上げ何位みたいな人が全員友達でシェアハウスしてたらめちゃくちゃ面白くないすごいね。なんかお金を稼ぐために YouTube をやってるんじゃなくて、うん、自分たちはもうある程度の人生経験もしてきて、うん、で仲いいんですみたいな、うんうんうん、ただ友達なんですけど、まあそれぞれの仕事もリスペクトしてて、うん、業界のめちゃくちゃ力ある人たちがシェアハウスしてるみたいなのって、うんうん、男めっちゃ憧れるじゃないですか、うんうんうん、で女ヒーローが集まったからね。あ、そうです、そうです。そういうなんかもはやもう仕事を持ってる大人が新しく集まるっていうのは大事なんですけど、うん、集まってやったら僕はずると思います。うーん、いろんな知らないことが出てくるじゃないですか、ね、確かにその業界の知らないこととかが、うん、多分クロストークでブワーって回るんですよ、その、うんうん、いろんなプロがいれば、うん、それをシェアハウスっていう形で見せることでなんかすごいバズりそうだなと僕は思うんですけど。うーん、いやでも俺それで言うと前にだけど考えてたのが、はい、俺がもし今から一人で始めるとしたらどういう企画とんだろうって考えた時に、俺マジでドラゴンボール探そうみたいな。やっば、まあ絶対バズるんだろうそういうのって。テオくんぽなんか分かんないけど、なんかテオくんぽ、もう街行く人にいい心中なかった右心中なかった見なかったみたいなっていうのをもう世界的にやんの。ちょっと日本なかったんで次韓国行ってみますとか、第2章韓国そうそう、ちょっと次アメリカ行ってみますみたいな感じでもうずっとやんの。そしたらどっかのなんか面白いと思ってくれた人がマジでドラゴンボールを探してたやつがいたみたいなことをツイートしたら、え、私も聞かれたみたいな。したらもう街でもうあの格好した俺がこうやっていたら、うわっあいつや、本気のドラゴンボール探してるやつやんめちゃくちゃ面白いですね。で、ゆくゆくはもうどっかのめっちゃ金持ちがめっちゃ金かけてめっちゃ本物みたいな玉作ってくれて、見つけたら俺が、あー1個目みたいな、やっと1個目消えたやっと1個目が2、300本動画出してやっと1個目見つけて、めっちゃおもろいな。気になるじゃん、結局7個集まった時お前何するんっていうのとかの興味を示すために、はいはい、やっぱドラゴンボール本気で探すっていうのをやろうとしたね。やばいっすよ、だってほとんどの動画、あ、今日も見つかりましたそうだよ、チャンネル登録よろしくお願いしますみたいな今日もダメでしたみたい、しかもガチの誰に笑われても本気で探すもん。めっちゃおもろいっすね。7個集まったらそいつ何すんだろうって考えたらワクワクしちゃって。ちょっと違う、違うっすよ、視聴者の人が聞きたいのは、うん、ドラゴンボールを探すコンテンツじゃない。え、違う、違います。やればいいのに。大学生が友達と始めたいとか、ああなるほど、高校生が始めたいとかですか。そっちかよ、そっちですよ。参考にしたい人もいるんですよマジで参考にする人4人ぐらいいたらめっちゃ面白いです。街中で4人がそうそうそう、おそれこそ40人とかでもいいのかな、そのチャンネルが。うーん、一クラスってめっちゃ熱いじゃん、うんうん、やっぱこうそのクラスって1年ごとに変わってしまうし、3年経てば卒業してバラバラになってしまうしっていう、なんかそのコンテンツだから、まあ京好きとかもそうだけど期間決められてて別れと始まりっていうのがちゃんとある。俺たちって始まりと別れなんてないじゃん基本。なんかその期間が決まってるっていうコンテンツは俺結構好きなんだ。面白いですね、めちゃくちゃ面白いですね。うん、だからやっぱりまあもうあると思うけど1ヶ月間だけ付き合うとかで、まあ、1ヶ月経って離れるか続けるかっていう選択があるみたいな。だからその終わりと始まりを全て見せれるコンテンツはおもろいなって思う。というわけで真面目にやったらこんな感じです。真面目だった今。はい、ドラゴンボール探す。テオ君が真面目にしゃべったらドラゴンボールも分かってるからね始まりと終わり。そうです、7個揃ったらずっと終わりなんだよ。確かに。え、でもドラゴンボールの話に戻るんだけどさ、戻んないでください、もう戻んないでください。7個集めたとするやん、そいつが。でも7個集めた時にはもうめっちゃ有名なわけよ。確かにそうそう、うん、7個もこれを作ってくれる人がいたから。あ、お金持ちの人。そう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 、お金持ちの人とかが、有名人の人とかが作ったよみたいな、はい、ファンなんだよ、プレゼントするよみたいな、よっしゃみたいな、うわ、タオかぶってますやんとかもありながらこれ、ウーチンチュ2個目ですやんとか言いながら
なんかこうワイワイして7個集めるわけよ、はい、で7個集まった時の動画の視聴率なんてやばいわけ、やばいですね。でそこでジャスティン・ビーバーと一緒のステージで歌いたいですとかそいつが言って叶ったとする。叶った後7個の球をパーン飛ばすシーンがもう最高視聴率です。最高、世界の視聴率が集まりますからね。韓国行ってアメリカ行って、そうそうそう、ピコ太郎みたいな感じで、あれてるよやろうよ歌みたいなやってくれて、一緒にベイビーとか歌ったりして、したっつったらもう玉がポイーンって言われて、いやなんかその現実的なの結構だるいな。コンテンツとして面白すぎますからめっちゃおもろいんだよな。期間限定のコンテンツか、まあドラゴンボールでジャスティンを目指すか。なんかこの間超新世代みたいな、うんうんうん、ああいうのってなかなかできることじゃないじゃないですか。そうかな。下が来るって自信がない人からしたら怖いと思うんですよ。あー確かにな。でもなんかスカイピースって絶対的な自信があるからこそ人に分け与えるっていう、うんうん、そういうことができる、まあ人柄もそうなんですけど、人柄と、うん、その強気な自信があるからああいうことできるんだろうな。まあもらえてるしね、うんうん、自分たちも与えることはもらえてることにも変わる。そうなんですよね、うん、結局だから芸能人がいっぱい入ってきてさ、やばいみたいななった時も全然思わなかったもんね、やばいって。僕たちの後から芸能人入ってきたんですよ。おお、まだ出へんだったんですよ、うんうんうん、めっちゃ焦ってました。勝てるわけねえよ、ざけんなよみたいな、まだこっち来るんだよってすっげえ思ってました。その時はもうすげえ10万もいなかったんで、うん、いや焦るね。こっからって時に新しい風吹いたらまた変わっちゃうじゃんみたいな。やっぱ芸能人も芸能人で多分 YouTube やるのすごい難しそうなんだろうなっていう、うん、YouTube ってすげえいいゲームだとしたら、うん、YouTube ってすげえいいゲームじゃないですか、うん、難易度的に、うん、TikTok でバズるよりも難しいじゃないですか、うん、難しいけど死ぬほど難しいわけじゃないっていうか、うんうんうん、1年間やってれば1本当たる感覚は夢見せてくれるコンテンツじゃないですか。さっき言った企画が面白いとかっていうのもあるんだけど、やっぱその人の人柄、うん、その関係性とかっていうのも中身をさこう見てくれるじゃん。はいはい、だから知名度があるから再生数が伸びるんじゃなくて、はいはいはい、やっぱそういう素人とかでもこう中身が面白いっていうので再生数っていくから、はい、なんか最近すげえ思うのが、うん、仕事をすることのストレスは本当にないなっていうのを、うんうんうん、すげえ思ってて、レモンサワーってまさか何の話してたかっていうと、ドラゴンボールを集めたら、あ、してないしてない、終わったっす。アホだと話の内容を一から聞いてるなって笑っちゃった。こんなにカメラとライト用意して何話してたなと思ったらドラゴンボールマジで集めた。マジのアホだと思う。あ、最近思うことか。最近思うんですけど、うん、その成り上がってる時はすげえや、案件を安く受けさせられたりとか、うん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 、大人に騙されてタダでなんかやっちゃったりとか、なんかすげえ怖い先輩のとこになんか頭下げに行かなきゃいけなかったりとか、うんうんうん、なんかその友達とやってて楽しいはずの仕事なのに、うん、多少ちょっと世の中で感じた嫌な部分も感じたんですよ、うんうんうん、その定年時代に、うん、だから僕絶対事務所入んないって決めてて、うんうんうん、自分がどんなに大変でも事務所作ってそこで、メンバーみんなで入って、うん、で社員も入れて働こうっていうのがあって、うんうんうん、でそれが今やっと確立して安定してきた時に、うん、パッて考えてみた時にマジで仕事でのストレスがなくて、うんうんうん、友達と会う、例えば今日もテオ君と会う、うん、でコラボ相手と会う、で雑誌の仕事をする時も僕たちをリスペクトしてくれてる、うんうん、大人と仕事をする、本を書く時も僕に対してすごいリスペクトを持ってくれてる人と仕事をするっていう、うん、なんていうんですかね、自分たちが作り上げてきたもののおかげで、うん、仕事に対するストレスがマジでないんですよ、うん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 、これがマジで本当になんだろう、本当に嬉しくて、うん、すごいことじゃないですか。すごいことよ、仕事でストレスないって。ないんですよマジで、うん、まあ多少やっぱマジ寝れてないとか、マジちょっと数字見ないといけないなっていう時は多少ストレスかかるんですけど、うんうんうん、対人関係でもストレスがないんですよ、うんうんうん、よく頑張って作り出したなっていう、うんうん、まあ、3年かかったんですけど、それを作り出すまでに、うん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 、
バチ詐欺にも遭ってますし、バチ怒られてるし、うんうんうん、なんならお酒で潰されたこともあるし、うんうんうん、そういうのを経て、今は行きたくない、模範会行かなくていいし、うん、やりたくない頃断ってもいいし、よく頑張ったなっていう。いや、本当にそうね。ストレスなくないですか？ないよ、全く。昔はやっぱ多かったけどね。どうなんですか、それ事務所入ってた時はあれでは変わるもんですか？で、俺もそこで号泣しちゃって。それそうっすね。キラキラしてたのに俺、ね、動画楽しいみたいな、はいはいはい、そういうのを受けてからやっぱりもう上に誰かが立つとかっていうのは耐えれなかったね、はい、なるほど、ありますよね。今カットした部分とかあったけど、俺たちも相当やっぱりね、その明るいだけの活動じゃないもんね、はいはいはい、そういう涙あって悔しいもやって、うん、復讐心とかっていうのもあって、それが原動力になって、はいはいはい、やっぱここまで来れてるから。いや、君もそういうのあったんだ。いや、あったよ、もちろんスカイピースにもあったよ。まあ、一応今日社長対談っていうね、うん、タイトルらしいので、自分たちで作り上げることの最大の幸福っていうのは、うん、うん、やっぱストレスないないね環境で働くっていうものを作れることなのかなっていうふうに僕は最近になって感謝するようになりましたね、うん、やっぱこの環境が一番仲いい人と会って、うん、仲いい仲間と仕事をして、で仲いい YouTuber と会って仕事をするっていうのが、うん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 、なんかいやらしい話っていうか、うん、嫌味じゃなくて、うん、お金に今縛られなくていいじゃないですか、僕たち、うんうんうん、金めっちゃ稼がなきゃいけないとか、うんうんうん、来月の家賃がとか、そういうのがないからこそ、そういう、なんて言うんだろう、一個上の次元のことを考えられるっていうか、うん、本当に幸せなのは何かみたいなことを考えたときに、今すごい幸せだなって思うんで、結局、昔から俺、やっぱりもう勉強とか一切してないよね。めちゃくちゃバカな友達に合わせてそっちの高校行くみたいな。で、就職先がもう親のところだったから、はいはい、大工だったから、はい、周りめっちゃ受験勉強してる中、俺はずっと遊んでて、でもこんだけ幸せだし、はい、楽しいって思った時に、やっぱやらなくていいことはやらなくていいっていう結論になって、はいはい、でもやっぱりやらなくちゃいけないことっていうのが出てくる、はいはい、それはやりたくないこととは別で、うん、やらなきゃいけないことはやるっていうのを決めてて、はいはい、だからやりたくないことはやらないけど、やらなきゃいけないことはやるっていうのをずっとやってたらここまで来れたから、はいはい、なるほど。だからなんかそのやりたくないのにやってる人は絶対今すぐやめた方がよくて、うん、でもその自分が目指すもの、うん、その夢に向かっての過程で絶対にやらなきゃいけないことだったら必死にやった方がいい、そうですっていうのが思ったことだったね、うん、深いっすね。でもそこに麻痺して抜け出すことの方がこうパワー必要みたいな、うん、惰性で続けていく方が楽みたいな。あ、抜け出すのってすげえパワーいるじゃないですか。いるね、勇気と、勇気と、もうやめんのって大変なんだろうなって思いますよね。やっぱ性格も違うじゃん。はい、そうそう、俺とかヤマトだったら多分今働いてて、うん、社会人でそこがブラックだったら、あ、もうやめようって行けるじゃん、うん、行けない人がやっぱいるから、うん、人見知りだったり気が弱かったりっていうので、そうですね、それがね、そこをこう上が利用してくる世界じゃん。そうですね、抜け出す画期的な方法が一個僕あるなと思ってて、うん、できるか分かんないですけど、うん、テオ君とか僕みたいな人と友達になっておくっていう、うんうんうん、クラスに一人ぐらいいるじゃないですか、うん、こういうアホ明るいタイプ、うんうんうん、いけるよいけるよみたいなタイプのやつと友達だと、そういう相談をした時に、うん、大丈夫やめちゃえよって言ってくれるじゃないですか、うんうんうん、言ってくれるやつが多分近くに必要なんですよ、うん、将来僕はそういう YouTube じゃなかったらそういう仕事をしたいなと思うんですよね。なんか夢を叶えるのを手伝うような仕事をしたいなっていうふうに思うんですけど、大丈夫ですか、人生も一応テーマで大丈夫だよ、もちろん将来は多分そういう仕事をしたいなっていうふうに、うん、全員が自分みたいなタイプじゃないっていうのは、うんうん、こう人間関係やってる中で分かってることなんで、うんうん、ただやっぱ夢叶えた人の顔を見るの好きなんですよ。嬉しい、嬉しいし、やっぱスカイピースが達成してるのを目の当たりにした時に、やっぱもう自分も泣いちゃうぐらい嬉しいって、うん、人生の楽しみめっちゃ多くない？確かに、一人、自分一人で多いのに人の分あるって
すごい。そうそうそう。だから将来そういう仕事をなんか携わりたいなと思ってて、うん、だから今はもう最前線でやっぱ頑張ってる姿だったりとか結果を作る姿を見せたいっていうのが、うん、自分がやってることって果たして誰かのためになってるのかなとか、はいはい、ってよく考える人いるじゃん、はいはい、でも結構やっぱりそのコムドットのヒーローとか言うけど、俺ってそのなんだろうな、その人たちってみんな結局はヒーローじゃん、どっかで、はいはい、その人がいなかったら成り立たない、はい、みたいなところがあるから、例えば片足ないくても金メダルを取る人って、俺たちってもう当たり前に両足があるけど、俺は片足でここまで努力をして歩いてるって人を見るとやっぱ勇気をもらえるし、はいはい、その人は片足を失ってもそういうことをしてなんか金メダルとか取ってるのに、俺は両足あって何を悩んでんだみたいな、はいはいはい、っていうところに持っていくと、やっぱ全員がヒーローなんで、ね、そう頑張ってる人たちが、はいはいはい、自分は誰かのヒーローになれてるっていう、はいはい、で俺たちもやっぱ自覚があるから、こうスカイピースを見て、うん、あの不登校だったけど学校に行く勇気ができて、でいざ行ってみたらスカイピース見てる子がいて友達ができてとか、うん、でやっぱ誰かのヒーローになれてるから、はいはい、そういうところでやっぱやってる意味とかっていうのを見出せるから、はいはい、うん、で俺たちはまあこうファンの子がいて分かりやすいじゃん、それ言われるから、はい、で言われない人が一般だから、うん、言われないけどその人たちも絶対誰かのヒーローになってるっていうことを思ってなんか仕事とかしててほしいなって思う、うん、そうです、そこになんか価値が見出せますもんね、うん、自分がやってることの意味っていうのが誰かのためなんだなって思うことによって生まれるから、うん、いい考え方ですよね、それは。だから病気で戦ってる人とかは俺すごい勇気もらえるね、うんうん、いつ死ぬかもわからない世界で戦って生きてる人、うん、でそれで笑顔を見せる人を見て、なんでこんな自分は健康で悩んでんだろうみたいな、はい、と思うともう勇気もらえて頑張ろうって思えるから、うん、なんか生きてるだけでやっぱ人は誰かのヒーローになってるって思う、うんうん、それってあれですよね、やっぱ余裕がないとやっぱ視野狭くなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、でもなんか視野広げるといろんな人がいてっていうことに気づくじゃないですか、例えば病気で戦ってる人がいて、うんうん、片足頑張ってる人がいてみたいな、視野を広くする余裕さえあれば多分そういう考え方に切り替えられると思うんですよ、うんうんうん、でもそういうのやっぱり突き詰めていくとお金とかってすごいよね、そこ、うんうん、お金ないと絶対こうなるやん、なります、自分の生活、将来とか、うん、マジなります、食費とかってなるから、やっぱりね、お金がある人はやっぱ余裕があるね、ありますね、僕たちなんて余裕なかったっすもん、YouTube しかできなくて当時彼女いたメンバーみんな振られて、いやすいません、ごちそうさまです、作りますね、はい、すごいよこれ、これはただのボールですね、なんなんなん、はい、まだ全然サバサバの液体の状態ですね、冷凍庫とかに入れないと、ね、無理なんじゃないの、馬持ってきた、こちらがマイナス196度の液体窒素、これで固めていきますね、うん、今の UE は今年2年前では見えなかったな、もう完全にガキが車で遊んでるやん、もうこうやってこれがマジでうまい、え、何それ食べ物ですか、これ飴です、はい、作ってきました、あれ、あのまま口の中入れたの、なるほど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 、じゃあこれから持ちしますね、はい、うまいよ、うまっ、ゆうたんめっちゃ好きなんだよ、あ、でも終わると思います、ゆうたんいちご好きだし、練乳好きでしょ、殺されるな、これ見たい主人公の、はいはいはい、で幸せじゃん、はいはいはい、この前、青ラブの企画で、はいはいはい、子供の顔が見れるみたいな、俺とカスで写真撮って、その二人の子供ってどんな感じになるのかっていうのをこうやるアプリがあって、それでマータソとジンタンの出てきた顔見て泣いちゃったの俺、うん、でなんで泣いたかっていうと、やっぱジンタンって子供の想像ができないとか、うん、俺子供将来俺いらないかなみたいなとかをこうずっと言ってんの、でもやっぱり俺としてはジンタンの子供っていうの見てみたいし、ものすごく我が子のように大切じゃん、相方の子供なんて、うん、そういう大切な存在が増えるっていうのがやっぱ人生において素敵なことだと思うから、だからその顔がもうジンタンそっくりやのジンタンそっくりの女の子なの、その顔見てうわっ守ってあげたいみたいな、もう愛着湧いちゃって
でもサオリンとの子でもない、はいはい、まあちょっとジンタの子なんだけど、ジンタに似すぎてて、はい、アプリ閉じたらいなくなるわけよ、子供が、はいはい、寂しいと思ってで、俺泣いちゃって、その時カスに言われたのが生きづらそうって言われたのやっぱ主人公のやつってさ、なるほど、結構感情に素直じゃん。まあそうですね、まっすぐこう悲しかったら泣くし、はいはいはい、嬉しかったら本当に喜ぶしっていう、はい、だからまっすぐだからこう上がり下がりがあるじゃん。あ、そうですね、だからそれすごい生きづらそうって言われていや、さすがに俺もそれはやんないいや、なるよ、さすがにアムギリの子供見ても分からないですそれはカスちゃんのツッコミが言うかな僕もですけど、テオ君もなんか仲間に恵まれてるというか、うんうん、ジンタンっていう、まあ、ちょっとチームの編成は違いますけど、うんうん、まあ、そのスカイピースのそのなんていうんですか、裏方のチームとかを見て、うんうん、僕たちも裏方を強くしたいなって思った部分とかもあったりして、うんうんうん、そういう意味で言ったら一番やっぱ影響を受けたのはスカイピースになるんですかね、やっぱ。YouTube をやってる上で刺激、もう文字通り刺激にもなりますし、お互い様だね。嬉しいですけどじゃあ最後、まあ料理はこれ最後なんで、はい、最後のテーマ、はい、幸せについてやるんだ、やっぱ幸せって感じる瞬間って人それじゃん、人それドラゴンボールの話するそっちの方が良さそうっすね、今の感じだとそれじゃねえのかちっちゃい頃から幸せってなんだろうって感じたことはないけど、幸せって感じる瞬間はあるじゃん。サンタさんからプレゼント届いてたとか、誕生日祝ってくれたとか、好きな子と付き合えたとかっていう、こう幸せって人それぞれあって、で、どうしたら幸せを感じれるんだろうって思った時に、やっぱりこう戦地にいたら寝ることの幸せってすごいじゃん。もう戦地行ったことないし何も分かんないけど、おそらくもう敵が攻めてこないかっていう見張りも変わり番号であったり、命の危険があるっていうところで寝れなかったりとかっていう、なんかそういう自分が今置かれてる環境じゃないことを考えたら、そこの幸せって人が感じる幸せの何百倍も何千倍も幸せの選択肢があると思って、はい、俺はその幸せの選択肢をすごい増やしたくて、うん、スマブラをするとか映画を見るとかっていうのってすごい幸せで、それをなんで幸せかって感じれるかっていうと、できないからであって、なんだろうな、やることないなとか暇だなとかのよく来るけど、どうしたらならないかって言ったら、やっぱ幸せの選択肢を増やすことかなと思って、ゲームなんて無限にできたらもうゲームは幸せじゃないし、永遠に寝れたら寝ることは幸せじゃないし、っていうその自分の幸せの基準を下げることが幸せの選択肢を増やすことになるなと思ったから、幸せと感じる選択肢を増やせる場所に自分が落とす生活をっていうのを考えたんだよね。でもやっぱそれは俺の考え方で、俺の幸せの見つけ方だけど、ヤマトはどう幸せを考えてるんだろうって。そうですね、ちょっと似てる部分とちょっと違う部分があって、僕は探す、その幸せに対してのアンテナをいかに張れるかだと思うんですよ、うんうん、幸せを感じようとしないやつは幸せを感じることができないと僕は思って、うんうんうん、なんかこの車欲しいなって調べてる車があるとするじゃないですか、うんうん、それを街に行ったらめちゃくちゃ見つけるなみたいな、うんうんうん、まあ、この車ってめっちゃ街通ってんじゃんって思うのと一緒で、うん、何かに対して一個集中するとそれに対する情報ってすごい入ってくると思うんですよ、うん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 、だから幸せっていうものを見つけようっていう感覚でいると、うん、例えばさっきテオ君が言った寝ることとか、うんうん、ゲームすることとか、一見普通なことを幸せに感じることができると思うんですよ、うんうんうん、その感じようとか見つけようって思った人にだけ僕は訪れることだと思うんで、うんうんうん、幸せっていうのはだからこうご飯が来た時に僕は美味しいって口に出して言ったりするんですよ、うんうんうん、何か嬉しいことがあったら嬉しい、うん、楽しいっていうのをもう口に出す、うん、で最もう極論幸せって僕は言います、うん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 、もう仲間とゲームやってて、いや俺今幸せだ、うんうんうん、言っちゃうみたいな、うんうん、時に なんか幸せを感じるなと思って、うんうんうん、そこら辺に僕は転がってるものだと思う、幸せって、うんうんうん、常にやっぱアンテナ張ってれば見つけられるかなって僕は思う、うん、捉え方ですね、うん、でもさ、今日話してみて思ったけどさ、ヤマトとってやっぱ似てるじゃん、うん、ポジティブで、はいはい、ここにネガティブな人入れた時全く違う発想が来るわけじゃん、はいはいはい、で俺たちはこう言ってるけど、はいはいはい、そのなんかまず幸せを感じれないとかって言われたら、はいはい、また違った話になってくるじゃん、はいはい、
だからそれ一人行ってもおもろいね。ああそうですね、ポジネがタイだなめっちゃネガティブ二人連れてきて、うんうんうん、最終的にどっち派になってるの討論してみて、うんうん、めっちゃ盛り上がりそうっすね、うん、誰なんだろう YouTube 界のネガティブYouTube 界のネガティブマン。だってネガティブな人って全く俺たちと違うんだぜ。でもなんかネガティブな人をポジティブに変えようと思わない理由として、うん、ネガティブな人が僕たちのことをネガティブに変えようとしたとき絶対無理じゃないですか。無理だなって思うからなんですよ。ああ、ポジティブからネガいけない、ネガからポジに行くのってめっちゃ難しいと思うんですよ、うんうん、考え方のっていうのはあっちゃんに言う。でもだいぶポジティブなやつになりましたけどね。いやだからこれもやっぱりこう響く人には響くけど全く響かない人いるから、はいはいはい、全く理解できないって人がいるからやっぱおもろいよな。見てくれてる人は何人ぐらいいる想定なんですか、今のこの幸せのトークを。結構長いわけじゃないですか動画が。長いね。長いですよね、うん、ここまで見てくれた人ってこと。ドラゴンボールぐらいで多分笑いつかれてみんな寝てるわけですよ。もう笑ったからいいってなって半分ぐらい見られてない気がするんで、最後まで見てくれてたらなんかやっぱ高評価とかもしてほしいですよね。そうだね、高評価で全部見ましたよサインが10万人でもいれば嬉しいですよね。いや嬉しいよ、最後までフルで見てくれた人が。10万人の価値観を変えれたわけだから俺たちが。そうですね。最後にもう言っておきたいのが、はい、ありがとうを多くしようっていう人生、はいはいはい、だから例えば日本人に多いのか分かんないけど結構ごめんねっていう人がいる。あだから例えばヤマトと今日19時、はいはい、でごめん20時に変更ってなった時に、まあ、ごめんはそこであるんだけど変わっちゃったから、はいはい、でもそこでありがとうを20時にずらしたのに来てくれてありがとう、はいはい、ごめんなさいだけじゃなくて、はいはい、っていうのを常に心がけてて、なるほど、何かをこうやってくれた人に対してごめんねって言葉じゃなくてそれを飲み込んでくれて俺のこの変更とかわがままを聞いてくれてありがとうっていうのに変えると、やっぱ言われた方ってごめんねって謝られるように感謝された方が嬉しいから、うん、なんかその謝るって言葉だけじゃなくて感謝っていう方に変えると自分だけじゃなくてその言われた方も幸せにできるというか、はいはいはい、だからその店員さんとかにも、俺も店員さん側やったこともあるけど、はい、やっぱありがとうって言われると嬉しい。嬉しいです。ヤマトの酒美味しかったですって言ったけど、はい、あれがあるないで働くモチベーション全然違うじゃん、はいはいはい、だから結構なんかその言うの恥ずかしい人もいるかもしれないけど、言われて嫌な人はいないから。そうですね。それをこう連鎖してほしいなって思う。みんなすごいな、また TikTok バズったの。え TikTok バズったの。バズっちゃった。テオン君の理論たまにバズるテオン君理論ありがとう伝えよう、ありがとう伝えよう、あの浮気の理論に引き続きありがとう理論。それはちょっと考えても見なかったんで。ああでもやっぱ多いね、ごめんねの人が。こういうことしちゃってごめんねって言われるけど、はいはいはい、やっぱ言われた方は謝られるより感謝された方が嬉しいじゃんって思って、俺はそうしてるな。でもそうしよう、めっちゃいい話聞いた。ありがとうはやっぱ嬉しいよ言われて。確かに確かに。だから工事してる人とかもさ、はい、冬とか俺たちが布団に入りながら寒いとか言ってる時間、外めっちゃ寒い中働いてるわけ。寒いだりーと思ってるかもしれないけどさ、お疲れ様ですって運転手さんに言われたら、うん、うおっってなるじゃん、よしやったろみたいな、うん、っていうのにこう連鎖するから、うん、そこのなんか言わなくてもいいかってことをこうどんどん言って、うん、相手に感謝伝えるっていうのはすごいいいことだな、うんうん、その言葉をやっぱ口にしていくっていうのが大事なかもしれませんねっていうのが、うん、オチとして決まったんじゃないでしょうかこの動画めっちゃキモくない？結構キモいっすよ。だってポジティブな明るいやつが褒めて褒めて持論語って万人受けっていうのないからね、動画において。そうですね、刺さる人には刺さってくれればなっていう回でしたけど、でもたくさん見てもらえたら嬉しいですね。そうだね、なかなかこういう機会がないので。いや、ない。多分この先もないと思う、俺こんだけ話せる人ないんですかね。やっぱ俺もこう真面目って思われるの好きじゃないから、はいはいはい、だからやっぱずっとふざけてる面をみんなに見せてたいって思うけど、初めてヤマトとはこう話したいなと思った。あー嬉しいですね。この先ないんじゃないかな、俺こんな真面目に話すの。え、第2弾ないんですか。第2弾はネガティブが来てから。ここにネガ
目が2人が目が2人がうわちょっとそれ楽しそうだな多分俺たちが論破されることも何個もあるよあそうですね、うん、じゃあこれこういうことになるでしょみたいな確かになみたいななるまあこんな感じかなそうですねなんかまあこの動画見てよかったらって思ったらやっぱ高評価をしてほしいですし、うんうんうん、なんか、まあ、世の中で一人でもやっぱドラゴンボール探そうっていう人がね、いるよいたらね絶対なんかコメント欄にコメントしてどうするこの動画出た次の日から渋谷でさあの武道着っていうのあれめっちゃいろいろ言ってさすがに出資しましょうよさすがに行動力エグいもんさすがに手伝いましょうありがとうございましたありがとうございました楽しかったですね楽しかったね普段尖ってる明るいだけじゃないぞというそうですねはい、この一面見ていただければ、うん、ここでリングに入ってるんだろうな。これテオくんが、テオくんがありがとうございました。サンキューフォーエバー。やばすぎるわ、やっぱこの人。やばすぎる、急に。これでね、まあ、落ちてるんですよ。スカイピースの動画、これで落ちてるから、すごいんですよ。テオくんのサンキューフォーエバー。ああ、楽しかったですね。面白かったね、止めるか。あ、ちょっと俺、つまんない。あ、2%だって手を。